Hey, what's good? It's your boy, S-H-O, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, S-H-O, my Yuki, bye bye! Hi! Hi! 今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、本日ね、9月4日なんですけれども、はい、何の日か知ってますか？9月4日。9月4日。串の日。串の日。あー。焼き鳥の日っす。正解！知らないけど。もう君はね、やっぱりそうですね、全女子に本当に相手にされないと思う、それは。確かに。うん。なんでなんで。この人のね、誕生日ですから。はい、みんな大好き。はい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 、ビヨンセイ。9月4日誕生日でございます。ハッピーバースデー、ビヨンセイ。ハッピーバースデー。おめでとうございます。まあ、ビヨンセイ。誕生日ということで、彼女の曲、やろうと思ったんですけれども、はいはい、これにしようかなと思いまして、はいはい、シングルレディース。もう御年40ですね、多分。あ、そうなの？あ、俺の方が詳しかった、もしかして。ね、まだ40なのっていうか。40、そう。まだ40だと思う、多分。40、すごいね。ですよ。40だ。うん、40とは思えないって言ったらもうなんか月並みのセリフになっちゃうけれども、いつまでも美しいビヨンセ、美しくて強い、はい、うん、女性でございます。そんな、はい、ね、まさにこの曲もそんな感じでしょうか。ちょっと強い女性像というか、はい、なんかシングルレディースって俺なんていうのかな、一人もんの女頑張れソングなのかとか思ってたけど、なんかそういうのっていうよりはちょっと違うね、うん、なんていうのかな、まあいいや、読んでいきましょう。ちょっと読んでいきゃわかるでしょう。はい、はい、ビヨンセ、シングルレディーズ、put a ring on it ということで、はい、はい、イントロからですね。 All the single ladies、 All the single ladies、 All the single ladies っていうところですね。はい、すべてのシングルレディーズへということで、はい、All the single ladies、 single ladies よ、 Now put your hands up ということで、さあ、手を挙げて、はい、Put your hands up。 あ、はい、一応英語的な解説を一個だけさせていただくと、あ、はい、どうぞ。日本語だとレディースでいいんですよ。うん、レディースとかって言うんですけど、一応レイディーっていうのが有声音、喉が震える音で終わってるんで、その後に S がつくときに、うん、スじゃなくてズになるんですね。ズ、レディーズ、レディーズ、そう、レディーズ、細かいんですけど、ジェントルマン、レディーズ、ジェントル、そうそうそう、うん、ズなんです。オーダーシングルレディーズ、レディーズ、そう、じゃあズでお願いします。そうですよね。レディースっていうよね。そうそう、日本語では全然それでいいんですけど、うん、まあ、女性の皆さんってことですね。そうです、ね、シングルレディーのみんな、はいはい、さあ手を挙げてってこと、はいはい、バスに入っていきますね。 Up in the club Just broke up というところで、はいはい、Up in the club、クラブで来たのよと、はい、クラブで現れたと、たった今別れてきたとこと、うん、すごいですね。そこがいいよね、うん、そこがいいよ。なんか、うん、別れてクラブに行くんだから。うん、そう。I'm doing my own little thing ということで、私は自分の好きなようにやるわと。はい。いいですね。うん。うん。やっぱりこう、まあなんかさ、やっぱり別れてしくしくじゃなくて、うん。ああ、終わったぜ。終わった終わった、クラブ行こうみたいな、そういう感じでしょうかね。はいはい、Do one's own thing で自分の好きなことをするみたいな意味があるようなので、うん、はいはい、こちら、まあこれはなんでリトルにしたんだろうな。なんなんですかね。ちょっと僕もなんだろう、なんでだろうと思って。うん。なんていうか、まあでも役としては好きなことをやるぜっていうことでいいと思うんですけれども。うん。いいんじゃないですか。うん、はい、続いていきましょうかね。Decide to dip, but now you wanna trip.
ここですね、ちょっとあのディップっていうのがね、トゥーリーブの意味があると。そう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 、はい、これ猿、これでも教科書的にあったっけ、ある、いや、ちょっとスラング的なこと、割とそう口語的な使い方じゃないですか、ディップっていうのは、うん、うん、ということで decide to dip、 離れること、はい、まあ別れる、別れるって決めたでしょ、はい、でも now you wanna trip、 でも今さらなんていうか、トリップ、これなんていうの、取り乱すの意味、取り乱すとか、ちょっとわー、取り乱す、騒ぐとか、なんかそう、うん、騒ぐ、慌てる、取り乱す、クレイジーな振る舞いをするとか、そんな感じですね、うん、というところで、でもな、まあ今更ガタガタ言おうとしてると、うん、はいはい、Cause another brother noticed me ということで、うん、他の男が私にこう、まあ、興味を持ってる、なんていうの、注目してるというか、うん、他の男が私に注目してる、こう言い寄られる、言い寄られるっていうところでいいと思うんですけれども、はいはいはい、うん、他の男とのね、出会い、出会いというか、なんか関係が始まりそうみたいなところにね、昔の男が、ガタガタ言おうとしてるというはいはいはい、うん、そう、そういう、まあでも今そういう方が多いかもしれないですね続いていきましょう、I'm up on him、He up on me ということで、これ up on ってのが何々について知っている、はい、これ何、うん、まあ理解しているとかいうか、はいはいはい、彼も私もことがよく知っているということ、はい、はい、Don't pay him any attention、 もう彼のことはもう気にしないわと、うん、元彼のことはね、もう気にしないと、はい、Cried my tears for three good years、 ここね、ちょっとね、good がちょっとよく分かんなかったんですよね、3年もの長い間みたいな、もう十分なとか、そんぐらいのニュアンスで good っていうの使われてると思いますね、これ。なるほど、うん、十分、3年間私十分泣いてきたわった、うん、なるほど、いいんじゃないですか、そのはい、3年間十分泣いてきたわということですね、はい、3年間何があったんでしょう、You can't mad、うん、You can't be mad at me ということで、私に怒るなんて、はい、私を責めるなんてできないわよっていう、はい、うん、3年間我慢したのね、うん、うん、ここからコーラスに入っていきますね、はい、ここですよ、この一節だと思うんだよね、やっぱりこの曲は、はいはいはい、うん、Cause if you like it then you should put a ring on it ということで、だって愛してるなら指輪をはめるべきだったのよという、はいはいはい、ね、ここですよ、ここ、ここにあ、うん、これね、そう、まあ実際そこから来てる表現なんですけど、うん、Put a ring on it なんで、あなたが指輪をはめるべきだったとかっていうよりは、そのこの関係に指輪をはめるというか、うん、なんだろう、なんていうかな、まあなんかもうそういう結婚の約束をすべきだったみたいな、そんな感じの意味で言ってるんですね、これ、うん、はいはいはい、こう、うん、まあ指輪をはめて、まあちょっと、まあ、次そういう役にさせてはっきりさせると、うん、そうそうそう、いう感じですかね、いいと思います、はい、はい、というところですね。あ、この一応言っておくと、should ってのが should have なので、はい、そうですね、何々するべきだった、何々すればよかった、はい、っていう感じですかね、愛してるなら if you like it then you should put a ring on it、愛してるならはっきりさせればよかったのに、はい、ね、そういうカップル多いんじゃないでしょうか、ね、3年間だったのかな3年間、うん、続いていくと Don't be mad once you see that he won it、まあ他の男が寄ってくるのを見て怒らないでよ今更、はい、何言ってんのよって感じ、はい、うん、はい、でここでねもう一回言いますよ If you like it then you should have put a ring on it というところで、愛してるならこの点リングをはめるべきだったもうちゃんと結婚なりはっきりすべきだったという、はい、うん、どこでしょうか、で、おお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 おですね、
いやここちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、はいはいはい、Cause you if like it, then you should put a ring on it. If you like it, then you should put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. まあはっきりすればよかったのよ。で今さらね、私が新しい恋に行こうとしてるのにガタガタ言ってくんじゃねえよっていう感じですかね。うん、はいはいはい。はい。一応、まあ、バース1とコーラス部分こんな感じになっております。はいはい。で、なんていうか全体的にというか、まあ、はっきりしろよということですかね、うん、で、まあ、バース1はこんな感じなんですけど、はい、まあ後になってですね、なんていうか、まあ、要は、男にはっきりしてほしいっていうのが全体にあって、はい、うんうん、でも、なんか、まあ、それで別れたようなシングルレディも、こう、プチャヘンザみたいな、っていうか、うん、感じ？そうです、はいはい、なので、女性参加というか、いう感じでしょうか。でも結構、後の方で、はいはい、私が欲しいのは、なんていうか、あなただったとか、そういう、表現も出てくるので、うん、こう、まあ、男をけなすわけではなくて、うん、まあ、全部態度をはっきりしようよみたいな感じですよね。はい、はいはい、なるほどね。うん、でね、この、これビデオがやっぱ今見てもやっぱすごいですよね。あの白黒のやつでしたっけこれ？そう、白黒で3人、ビヨンセとダンサー2人がいて、はいはいはい、なんていうか。ずっとワンショットで踊るわけですよ。はい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 。3分ちょいぐらい。お、それワンショットで振り完璧に踊り切る。うん。うん、もう一切カットなしね。はいはいはい。うん、すごい。で、ただもう超白いだけのスタジオで、はい、3人のダンスだけで1曲やりきるって、すごいですよ。はいはい、すごいビデオですよ。はいはい。うん、でまあ、なんか特徴的な振りとかもあるんですけど、うんうん、なんかこれはやっぱり女性じゃなくとも、心つかまれるよねっていう感じで、うんうん、僕ももちろんこの曲ね、パーティー中も今も全然かかるし、はい、うん、これからも残っていく曲だと思うので、はい、今日9月4日、ビヨンセ誕生日でしたのでこの曲紹介させていただきました。はい、はい、ぜひ聴いてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。お願いします。はい、皆さんチャンネル登録、通知ボタンのオン、そして高評価ぜひよろしくお願いします。またですね、この動画へのコメントとか、あるいは各種 SNS で、ハッシュタグヒップホップで学ぶ英語をつけて何かコメントしていただけると嬉しいです。あと、はい、そうですね、なんか最近別れたけれども、なんだろう、まあいいや。なやねん。はい。はい。それでは皆さん、ぜひ、また見てください。今日はありがとうございました。Happy birthday, Beyoncé! Happy birthday! Peace. Peace.